さあ、ということでやってまいりました。3代目藤田ニコルです。よろしくお願いします。まあ季節はね、まあ、11月ということで、まあ、11月ってどんな季節ですかって言ったら、まあ、そうですね、まあ、女子大生になりたい。まあそういう季節ですよね。まあ女子大生というのはね、もうみんなの憧れですからね。小学生のなりたい職業ランキング3年連続売上ナンバーワンですからね、女子大生は。まあそして僕もですね、まあ女子大生になりたいんですよね。でもなれないんですよ。それなんでだと思います？それなんでだと思いますか？僕は女子大生になれないんですよ。もう明確な理由が一つだけあるんですよ。はい、そうです。僕ね、パンよりもご飯が好きなんですよね。まあ、女子大生というのはですね、まあ、基本的にパンが好きですからね、パンしか食わないですから。もうなんならもうパンと一緒に寝ますからね、もうパンと一緒に散歩行きますからね。もうパンにリードをつけても散歩行きますからね。もうそんぐらい女子大生ってのはね、パンが好き。でも僕はご飯が好き。だから女子大生になれない。残念。でもそんな僕でも、そして女子大生に、ね、なれない皆さんでも、簡単にですね、女子大生気分を味わう方法というのが実はあるんですよ。それをね、今日は実践していきたい。方法は非常にシンプルですよ。でも世界中の女子大生から女子大生エネルギーを分けてもらうんですね。でそのエネルギーを自分の中に取り込む。そうするとあら不思議、身も心も女子大生っていう寸法なわけです。はい、ね、いまいちねよくわからないという方にね、まあ簡単に説明しますと、いわゆる、元気玉理論ですね。まあドラゴンボールというね有名な漫画ありますよね。その主人公孫悟空の技の一つである元気玉、ね、どういう技なのかって言ったら、世界中の人たちからちょっとずつ元気を分けてもらうんですよ。でそれを使ってエネルギー弾みたいなのも作るんですね。それを敵に投げつけるって技なんです。それと一緒です。世界中の女子大生から女子大生へのエネルギーを分けてもらうんですよ。ね、そうすると何ができるか。そう、女子大生玉です。それを敵に投げるのではなく、自分の中の、自分の体の中に取り込むって。つまりそういうことなんですね。といってもですね、まあいきなりね、女子大生へのエネルギーを集めるって言っても、そう簡単にできることはないですよ。だからね、女子大生っぽいもの、これをね、用意します。はい。その女子大生っぽいものの力を使ってエネルギーを集めていきます。そしてね、女子大生っぽいもの、これ何ですかと皆さん疑問に思うかもしれないですけども、これは簡単ですからね、用意するのはこちら、柿です。まあ柿といえばですね、これも女子大生を象徴するものといってもこれ過言ではないですよ、ね、もう女子大生のバッグの中にはもうほぼほぼ確実にも柿入ってますからね。今回はこの柿の力を使って、女子大生のエネルギーを集めていきます。そしてそれを自分の体の中に取り込みます。もうそうすると身も心も女子大生ですから、ね、どんなことを聞かれても、女子大生っぽく受け答えできるようになります、ね、それをね、実験したいと思います。では皆様よろしくお願いします。さあということで、早速ね柿の力を使って、エネルギーを集めていきます。はい、いきますよ。はい、もう来てますね。もう来てますね。いやー、今もすごい来てますね。すーごい来てます。見えます皆さん。見えますか？今すごい集まってきてます。見えますね。今ね、今すっごいこの左手、すごい見えますこれ。今ね、すっごいこの左手にね、エネルギー集まって、邪魔だなこれ。今ね、この左手、すっごいね、集まってきてる。もうこの振動、震え見てください、これ。これも今すっごい集まってくる。もうすごい。すごい生えてきました。できました。意外と早かったね。見えます皆さん。これもう女子大生玉できてますよ。ね。これを投げるのではなくて、取り込みます。はい、入りました。今もそうですね、女子大生ですね。よろしくお願いします。女子大生ですね。今すごい女子大生ですね。世界中の誰よりも今女子大生ですね。はい、今この状態だともうどんなこと聞かれてもね、女子大生っぽく受け答えできるようになってますから。質問ください。質問お願いします。質問です。はい。大好きな彼氏に浮気をされてしまいました。その時、女子大生のあなたなら何という？エコポイント。パン。